Thanks for watching the Magic Egg Gorilla. クリスです。さあ今日はなんと見てください、豪華でございます。はい、私の格好とこの格好全く違いますなんですけれども、今日は特別バージョンでこのお二人に参加していただきたいと思います。はい、はい、自己紹介を。はい、待って、リオコキハラ。 My name is 高橋。すごい、英語で一言も言ってくれてないのに言ってくれた。そうなんです、英語のコーナー。大丈夫です。Okay. 大丈夫。My name is Krista Osiaria. Yes, ピアニストです。コンポーザー。Yes. なんか変なことになってる。というわけでですね、8月の2日に、ピアノランドフェスティバル、キャラ先生のね、イベントに私、今回初めて参加させていただいたゲストでして、はい、英語でね、もう体操を英語で歌わせていただくという素晴らしい機会をいただきまして、もうドキドキ。私の心の別に飲めない。それをですね、小原さんと木原さんがこうピアノの中で私が歌うという、まだ何にも決まってないからドキドキしますでまずはそのコンサートがどこでやるのか、はい、今日はせっかくなので英語でどこでやるのって聞くのを、はい、Where is the concert? これ長いです。だからどこで、それだけで言いたい。 Where is it? って言ったら皆さんせーの、 Where is it? 答えてください。いつも通りです。なので私が Where is it? というのでせーのって言ったら一緒にますよ。 Where is it? せーの、 Where is it? Yes, ちゃんと教えてあげてくださいね、質問なのでね、はい、Where is it? せーの、 Where is it? はい、いい感じですね。あ、じゃあちょっとカメラさんアップしていただいて、少し前に来ていただいて、じゃあみんなで Where is it? 問いかけて、画面の向こうの皆さんが Where is it? って言ってくれてる感じでいきます。いきますよ、 Where is it?はい、答えなあかんよね、これね。どこどこどこって答え、はい、どこですか。 Where is the concert? 桜ホール in 渋谷。 OK、 渋谷にある桜ホールで8月の2日、何時からでしたっけ。2時からね。1時半だって。はい、1時半ということでございます。2時に来た、遅いよ。8月の2日1時30分から始まるということは、会場は12時半ぐらいですかね。はい、なので、まあ、細かいことはまたチェックしていただければと思います。でまたどうせね、登場していただいて英語やりますからね。というわけで Thank you for watching さん、最後にみんなでせーの、 Where is it? ありがとうございました。